電車が参ります。白線の内側までお下がりください。We'll soon arrive at track number one. Please stand behind the white line for safety.お願いしましょうか。あ、お願いします。電車の乗り口までお願いしていいですか。はい、わかりました。みんなの声かけ運動。視覚障害者への正しい声かけ。兵庫県では誰もが街中で困っているときにみんなが声をかけて助け合うみんなの声かけ運動を展開しています。障害のある方、高齢者、妊婦、小さな子供連れの方をはじめ、街中で困っている人を見かけたら、お手伝いしましょうかと声をかけましょう。駅のホームからの転落や列車と接触する事故が増えています。特に視覚障害者の転落接触事故は2009年からの6年間で428件ありました。ホームから転落して亡くなった事故は1994年以降全国で24件、関西では2015年、大阪の服部天神駅で白い杖を持ってホームにいた男性が転落し列車にはねられる痛ましい事故が起きています。目の不自由な方にとって駅のホームは欄干のない橋と例えられる危険な場所です。どんな時、どんな場所で危険を感じておられるか、私たちにできることは何か考えてみましょう。目の不自由な方が駅を一人で利用する様子を見てみましょう。私たちが毎日何気なく利用する駅も、目の不自由な方にとってさまざまな障害があります。切符売り場、改札、階段、エレベーター、エスカレーター、ホーム。視覚障害者はどんな時、どんなところで危険を感じるのでしょうか。ホームの端には点字ブロックが設置されています。視覚障害者は杖や足でこのブロックを確認し、ホームの端に来ていることを認識します。しかし何かにぶつかったり、人や物を避けようとして点字ブロックの位置を見失うと、現在位置をつかむ手がかりがなくなってしまいます。慣れている駅でも方向感覚を失ってしまうと、どちら側がホームなのか線路なのかわからなくなってしまいます。歩きながらの携帯電話やスマートフォンの操作も、前から歩いてくる視覚障害者に気づかずぶつかる可能性があります。また駅にはさまざまな音があふれています。駅アナウンス、列車の発車ベル、話し声、携帯電話、街の騒音。声かけする際に小さな声では届かない可能性があります。
電車がホームに入ってきた音、自分の待っているホームとは反対側に電車が到着、乗り込もうと足を踏み出したらホームから転落してしまった、音だけでは電車が到着するホームの場所すら分かりづらいものなのです。このように目の不自由な方にとって私たちが何気なく利用している駅も大変危険な場所となります。普段から点字ブロックの上に立ったり、その周辺には物を置かないなどの配慮を心がけましょう。では実際にどう声かけすればいいのか見てみましょう。正しい声かけの方法を見てみましょう。まずは困っていないか様子を見てみましょう。お手伝いしましょうか。そばに行って声をかけましょう。その際、声をかけるだけでは誰に向けての言葉なのかわからない場合があるので、声かけと同時に肩に軽く触れます。急に体に触れられるとびっくりする人もいるので注意しましょう。お手伝いしましょうか。 ありがとうございます。駅員さんのところまで案内してもらってもいいですか。はい、わかりました。それじゃあすいません、右手の肘を持たせてもらってもいいですか。はい。援助を求められたらどのように解除すればよいか確認してお手伝いしましょう。援助が必要でない場合もあります。それじゃあすいません、右手の肘を持たせてもらってもいいですか。はい、どうぞ。 ありがとうございます。通常は援助者の腕や肩を持ってもらい、目の不自由な方の速度に合わせて歩きましょう。このまままっすぐ進みます。はい、ありがとうございます。目の不自由な方の前や横に危険がないか注意して、周りの様子を説明しながら歩きます。このまままっすぐ進みます。はい、ありがとうございます。階段では必ず直前で止まり、上りか下りかをはっきり伝えましょう。ここから上り階段です。 ありがとうございます、はい、15段くらいあります。あ、はい、また最後の段になったら声をかけてもらっていいですか。はい、わかりました。 ありがとうございます。踊り場です。あ、はい、ここからまた上り階段です。はい、15段くらいあります。ありがとうございます。はい、声かけの時の注意点を確認しましょう。いきなり腕や白い杖をつかまない、声かけと同時に肩に軽く触れます。解除の仕方を確認しましょう。危ない場面を見かけたらためらわずに声をかけましょう。その際、大きな声で気づいてもらえるように声かけしましょう。白い杖の人、止まって、危ないですよ。視覚障害者の増田さんからメッセージをいただきました。私たちにとって駅ホームは最も危険なところだと思っています。白い杖を持って一人で歩いている人を見かけたら、近くに来て何かお手伝いすることはありませんかなどとお声をかけていただくととても嬉しいです。そして肘のあたりを持たせていただき、私の決めている電車の乗り口または改札口などに案内していただければ安全に
移動することができ、とても助かります。また最近事故を防ぐためにいろいろな対策をしていただいていることはとても嬉しいことなんですが、白い杖を持って歩いている人を見かけたら、どなたでもお声をかけていただければ、それが一番私たちの助けになると思います。またお断りする方もいるかもしれませんが、他の方にまたお声をかけてください。よろしくお願いいたします。神戸アイライト協会理事長の森さんからもメッセージをいただきました。目の不自由な人は全く見えない全盲の人だけではなく、弱視と呼ばれる少し視力の残っている人もいます。人によって介助の仕方も変わることもあります。お手伝いしましょうか、どうさせてもらったらいいでしょうか、気になる方がいれば声をかけてあげてください。特に駅のホームは危険な場所なので、歩きスマホなどは絶対にしないで周りに気を配ってください。障害者、高齢者など近づいてきましたら道を譲ってあげてください。特に気になるときは近づいて声をかけてあげてください。兵庫県では障害の有無、年齢、性別、言語や生活習慣、文化の違いに関わりなく、誰もが地域社会の一員として支え合う中で、安心して暮らし、元気に活動できる社会を目指しています。皆さんは家族や友達が困っていたら、大丈夫？何か手伝おうか？と声をかけるいたわりの気持ちがあると思います。その気持ちを大切にしてください。困っている人を見かけたら勇気を出してお手伝いしましょうかと声をかけましょう。駅のホームなど危険を伴う場所では命に関わることもあり、あなたの声かけで命が守られることもあります。みんなの声かけ運動は皆さんの一言から始まります。